はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、おむちです。今回なんですけど、こちらのね、元日ハムのマルティネス選手、そして現在中日のマルティネス選手ということでね、今回はマルティネス選手系統でね、リアタイ使っていきたいと思います。どちらもね、やっぱリアタイそこそこはね、強いと思うんですよ。日ハムバージョンの方はね、僕結構使ってたんですけど、まあまあ強いと思います。中日の方はね、めちゃめちゃ強いですよね、やっぱり。ということでね、まあ、完璧にね、抑えていきたいと思います。それでは、はい、ということでね、やってまいりました。先発マルティネス選手、過去日ハムバージョン、マルティネス系統っていうか、マルティネス選手普通に強いからね。うん、どっちも。うん、さあ、とりあえず打ってきますわ。あー、切り替えてね、守っていきたいと思います。マルティネス選手ね、普通に強いからね、特に超高速とかあったら。スピリッツが A ランクに、まあほぼ同じっていう、まあ今さあね、ドロップカーブ、スパイクカーブのね、投げ分けかなと思ってます。あとはもうツーシームあとタイピンも持ってるんでね、そこそこやっぱ強いけど、中継ぎができないからきついんですよね。最初は変化球できました、ボールになります。いいね、甘かったけど。クリーンアップが登場します。バッター T 岡田、プルヒミはもう徹底的に鋭角ですね、本当に。たまに一球だけ内角投げたら強いかもしれない、ね、と思ってる。ただも OK、 川野選手をしっかり B ランク B ランク崖に強いからねオッケー、もう2回で終わらせますね。もう打ってきます。さあ、1打先制のチャンス、まあこの辺りで均衡破り一撃を。オッケー、失投がね、僕ね、マジ打てないんですよ、本当に。スピリーグとかだったらガチで打てない、本当に。スピリーグがもう今のうちにちゃんと打っとかなきゃ、本当打てないんだよね、失投。失投強くない、普通に。いきなり来たら2球目は何で来るか。僕もなんならね、ピッチャーの時にね、普通にあえてね、失投投げるぐらいですもん。めっちゃ鼻声だ、やべ、めっちゃ鼻声。走塁めっちゃよくなったよね、本当に。最近、結構前か分かんないけど、マジでよくなった。いいわ、もう。この回でね、なんかコールドで終わっちゃいそうなんで、ここからね、出したいと思います。マジ鼻声がやばすぎるわ。はい、ということでね、マルティネス選手来ました。ライエル、ちょっと名前わかんない申し訳ない、本当に。ということで、中日マルティネスいきます。マジ球種強いよね、本当に。めちゃめちゃ強い。ナイス。もう普通にね、12球団の方だったら全然入ってくるよね、これは。いいね。いやー、ちょっと甘かったかな、ミスター。ストレートも A なんだもんね。おー、うまい。特能つけてないんですよね、マジで、本当に。だからやばい。まあファイターズとしてはこれだけ点差があるんで、気持ち的に楽にピッチング。ナイス。一塁そのまま入ってアウト。バッターは8番キャッチャーでマストを獲得。さあ、ここはちょっと抑えたいな。バファローズ2アウトにはなりましたが、ランナーを進めています。ああ、コントロールが。外の低め見極めます。155キロ。いいボール。これワンチャン振るんじゃない？ナイス。ということで、マルティネス系統強いです。はい、鼻声でマジ申し訳なかったです。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。おつちー。